どうも皆さんこんにちは。こちらの方はまだ大晦日、年は越してなくて12月の31日、日本の方はもう年越しなんで、日本の皆さんお正月の方おめでとうございます。でこちらのモリーナの方を3日4日前ぐらいに動画でアップして説明とかも加えたんですけれども、血糖値の上昇をなんか控えるっていうことなんで、それでダイエットにも良さそうっていうことなんで、朝昼晩食事の前にちょくちょく飲んでたんですよね。で毎回これパウダーを何かにかけたりとか、スムージーを毎回作るのも面倒なんで、私がやってたのはここにあるなんかもういらないボトルですね。でこれに水を入れてパウダーを入れてこうやって混ぜて、でちょっと飲んでまた冷蔵庫に入れて、お昼の時にまた夜にまたっていうのを繰り返してました。そうすると飲みやすくって、面倒だって言って、1ヶ月したらもう忘れられてたとか、そういうことが多分ないように全部飲み切ろうと今回は思って、こういう風にしてました。効果の方なんですけれども、もう3日ぐらいしてすでにすごい効果が出てて、で困ったことも実はあって、で最初、お通じがものすごい良かったんですよ。でさ、ちょっとお腹壊しちゃったのかなと思ったけど、2日目からはそれほどでもなかったんですよね。だからそのまま続けてたら、次の日の朝にまたなんかお腹が緩いなって感じになっちゃって、で今日の朝になってやっぱりお腹が緩くって、ああもしかしたら何か悪いもの食べたのかな、ひょっとしたら食中毒かなって思うほど、トイレにたくさん行ったんですよ。まあトイレに行っ、カメラ好きなんで、でトイレに行くって言っても、朝起きてからしばらく、何回かっていうか、で結構何回も行ったんですけれども、でも、お腹壊した時のようなその排便の、その出るものとはちょっとなんか違った感じで、もっと健康的な感じでしたね。でネットの方でそちらの方お腹が緩くなるとか下痢とかそういうのでモリンガで調べてみると、今まで食べてきた中の、食品添加物とあと毒素のものとか、そういう体に溜まった悪いものがこれによって解毒、全部出て排出されるらしいんですよ。それでお腹の方が緩くなるっていうか、たくさんトイレに行くっていう回数が増えるってことにつながるって書いてありました。だからその効果が出てるのかなと思って、でやっぱりその食中毒だととか食あたり、トイレに行くだけじゃなくて吐き気で吐いちゃうとかもあるし、そういうのは私には全くなくって、で腹痛も全くないです。ただトイレに行ってスルッと、もう本当これこそ快便っていう言葉だなって思いました。それで多分こういうスーパーフードのことを調べてる人、ここの動画にたどり着いた人とか、あと YouTube の友達の中とかで、多分便秘で悩んでる人もたくさんいると思うんですよね。だからこのモリンガ、これ飲めば便秘は、人によって違うと思うけれども、だいたい解消されると思います。あ、OK って言ってます。 OK ですか？ OK らしいです。じゃあこのモリンガみんな試してみてください。私もこれから続けていきます。ハリウッドにいるチコからのお届けでした。それでは。